ごきげんよう。待ち伏せ？エアリス、これが新しい友達か。新しいって人聞きが悪い。なるほど、魔鋼の目だ。レノンをやったのはこいつか。俺だったらどうする？事実確認、上長に報告。クラウド、行こう。ルード、悪い人じゃないから。その通り。だがエアリス、俺たちは舐められたら終わりだ。悪く思うな。思った通りだな。タークスなんて見かけ倒しだ。お前もな。暴力反対。ほっといてくれない？できない。うとうとする。俺が出る。相棒の借り。クラスファースト。さあ、頑張ろう。スラニック。どけ。いけそうかな。引き仕上げだ。この程度か。突き崩す。追い打ちだ。やるな。帰る気になった？いや、楽しくなってきた。落ち着いていけ。いいところがまだある。仕事だからな。仕事は選んだ方がいい。それぐらいのやつはゴロゴロいる。一緒にするな。相棒の借りは返せそうか。ああ、順調だ。反対じゃないのか。正当防衛。飛んでけ。いいじゃん。Thank you.
だ。さあ、バリュー、いけ、飛んでけ、お願い、今日は帰って。そうもいかない。おい、ルード。お楽しみのとこ悪いが、7番街スラムの件で緊急要請だぞと。今すぐ戻ってこい。わかった。事情が変わった？そんなところだ。しばらく家にいてくれ。それ苦手なの。待ってて。やっぱり来る？花と話して、という、そんな一日でした。行こう、お母さん待ってる。花、なんだって？お疲れ様って。嘘、何も聞こえない。でもね。ううん、何でもない。どうせ信じないから。だろうな。一応聞こう。本当？ああ、と少しって気するんだ。お花、何か話したがってる。何か言いたいことがある。そんな気するんだよね。でも何か足りない。あと一歩届かない。だから聞こえない。
私いつもそう。そして諦めちゃうの。そんな風には見えない。諦めるようには。それはね、今日は頑張ってるもん。ああ、何かあったのか。さあ、行こう。返事くらいしてやる。お花、なんて？お疲れとかなんとか。うん、お疲れ様。もう帰っちゃう？いや、もう少し。帰っちゃう？ああ、もう十分だ。遅かったじゃないか。一体何してたんだい？ごめんね、いろいろ回ってきたから。夕食の準備ができてるよ。あ、運ぶね。だったら客間の準備を頼むよ。はい。クラウドはくつろいでて。あんた、その目、ソルジャーなんだろう。元ソルジャーだ。悪いけど、何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい。あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう。欲張っちゃいけないよ。お待たせ。ご苦労さん。お腹空いただろう。ペコペコね。本当に立派になって。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろう。別に。都会にはいろいろ誘惑が多いんだろう。ちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな子がぴったりだと思うんだけどね。お望み通り出ていくさ。どうしたのクラウド？いや。怖い夢でも見た？でも夜明けまで待ってね。ちゃんと送ってあげるから。ああ。今度は見つからないように。
行くのかい？7番街へ行くにはどうすればいい？6番街を抜ければいいのさ。簡単だろ。途中に危ないところもあるけど、ソルジャーなら問題ないよ。元な。あの子にはもう関わらないでくれるね。わかった。ありがとう。あら、お花屋さん。今日は子供たちを助けてくれてありがとうね。もうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎ。エアリスにもお礼を言っておいてちょうだい。ああ。あれ？これは偶然ですな。どういうつもりだ？待ち伏せ？どうして？もっと一緒にいたいから。お道案内を頼む。喜んで。どうしたの？何でもない。空が見えるな。上工事中だからね。少し怖いね。ミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだって。まだ人が住み始める前で、大事にはならなかったんだけど。あれは？ウォールマーケット。6番街のスラムは特別な場所なの。クラウド、6番街のスラムのことを知ってる？話さなかったか。故郷を出てそのまま神羅に入った。6番街どころかスラムはあまり知らない。昔ミッドガルを作るため人大勢集まって、その人たち宛てにして宿泊所、お店いっぱいできたの。ここで働く人も集まってきて、お金いっぱい動くようになって、そしたらそのお金狙って悪い人集まって。無法地帯か。そう。だからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだの。それがウォールマーケットの始まり。壁の中だけならルール違反は目をつぶる。そうやって治安守ったって。あの壁がそうだな。うん。クラウド寄ってみたい？興味ないね。よかった。7番街への近道はこっちなの。普通はウォールマーケット通っていくんだけど、
私のおすすめはこっち。子供の頃からこっそり使ってるんだ。落ちてきたプレートそのままになってるの。ここを通るのか。楽しそうでしょ。私の出番。私乗るから上までお願い。本気か。もちろん。上に行ってはしご下ろすね。
お待たせしました。やったね。ああ、うん、あれ、うん、よし、この調子で頑張ろう。待て、起こしちゃった。そっちは任せろ。任せられ。出るようになったから塞いじゃったのかな。そんなところで遊んでたのか。スラム育ちですから。たくましいな。嬉しくない。
この程度か。離れてて、ね。は？こい。かかってこい。届け。私に任せて。当たれ！切れます。行き止まりみたい。私の仕事もあるでしょ。そりゃ飛んでけ。一気に行け。じゃあ
アームで、あのコンテナ掴めない？もしかしてアーム担当だった？はい。え？あれ、見て。どうして意地悪するかな。また腕の見せ所だね。人使いが荒い。私、下に行くね。クラウド、いいよ。やったね。こっちこっち。クラウド、ゆっくりでお願い。わかった。
こんばんは。誰もいないね。まだ新しい。私たちもキャンプしていく？そんな時間はない。それに、おい、見ろよ、泥棒がいるぞ。ああ人んちを荒らしやがって。こりゃ弁償してもらわねえとな。弁償弁償弁償ってなんだ。バカ、お前は本当に何も知らねえな。弁償ってのはな、その、あれだ。おう、え、弁償ってのはそのあれだ。あれ、俺たちは何もしていない。うん、ただ通ろうとしただけ。ああ、信じらんねえな。じゃあどうすればいいの。身ぐるみ全部置いてってもらおうか。身ぐるみってなんだ。バカ、身ぐるみってのはな、その、あれだ、弁償だ。身ぐるみが弁償か。うそ。もうめちゃくちゃ。
だぞ。今のうちだ、ずらかるぞ。置いてかないでくれよ。クラウド、どうしてソルジャー辞めたの？いきなりだな。言いたくないならいいけど。ソルジャーの時、仲のいい人とかいた？いや、いなかった。そっか。なんだお前ら。ちょうどいい、こいつの腕試しだ。やった。はしごが上に。私下行くね。クラウド、アームの操作お願い。
さあ。どう？
を通りたかったら頑張るね。身ぐるみ置いていきな。やっ、あれ、7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな。開くのか。ねえ、少し座って話さない。いや、そんな時間は。クラウド、こっち早く昔ここでお花を売ったことあるんだ。そうか。クラウドってクラスファーストだったんだよね。それがどうかしたのか。ううん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった人。名前は？多分知ってる。浴びた者の瞳、ソルジャーの証だ。うん、知ってる。ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。